こんにちは、ムネです。今回は昨日のフォワード編に引き続き、アップデート最新版の J リーグ有能素人マンミッドフィルダー編1位ということで、個人的に強いと思ったミッドフィルダーを11名見ていきます。ミッドフィルダー編1では OMF やサイドハーフの選手を中心に紹介していき、ミッドフィルダー編2ではセンターミッドフィルダーやディフェンスミッドフィルダーを中心に紹介していきます。フォワード編からディフェンスキーパー編の4本全て見れば J リーグの白玉が網羅できると思いますので、見逃してない方はチャンネル登録してお待ちください。本編を見ていく前に、エブリマンさんからお勧めされていたペルシー・リサ選手を見ていきます。ダブルタッチ、ワンシュー、シザース持ちの若手の選手だそうです。確かにこの3つ持ってる中だと能力高いウィングストライカーになりますね。獲得方法も書いていただいています。試合後報酬だけで簡単に取れるようなので、皆さん取ってみてください。それでは本編の G リーグ有能白玉ミッドフィルダー編を見ていきます。ホンマシオン、総合値変動やスキル変更はありません。ドリブルやパスが1程度下がっていますが、G リーグで最強クラスのドリブラーとなっています。荒木良太郎、初期総合値が1つ上がり67になっています。ボールコントロールマイナス1は残念ですが、決定力プラス4や脚力プラス2など、プラスの面の方が大きいですね。ゆるきこうや、決定力、スピード、フィジコンが上がって良かったです。ただ、重要なドリブル能力が下がってしまい、その影響もあって総合値が下がっています。かばやま良之介、決定力プラス1、スピード瞬発力プラス1で85、スタミナプラス2で75乗ったり、上昇が多いんですが、総合値の変動はないようです。ドリブル能力とスピシュン全てが85以上の J リーガーは、かばやま選手一人だけなんで、重宝しそうですね。谷内田哲平、ドリブルパスが下がったり、総合値も下がっていますが、依然として優秀な J リーグ選手となっています。西川潤、フライパスがプラス1され、ボルゴンからフライパス、全てが85以上になって良かったと思います。ただ、ドリブルやボールキープやスタミナが下がってしまったというのは残念ですね。椿直樹、ドリブルやスピシュン総合値が下がったのを見ると弱体化したように見えますが、ボディコンが17も上がって90になっているんで、個人的には強化と捉えています。ここまでボディコン変わってくると、使用化もだいぶ変わってくると思いますね。渡井正樹、ドリブルボールキープがマイナス1、決定力マイナス2、スピシュも下がっていますが、ボディコンはプラス11、スタミナプラス2されています。強化とも言えないし、弱体化でもないと思いますね。藤原紫龍、ドリブル能力がかなり強化、ボディコンは9も上がっています。逆にパスや決定力、スタミナは下がっています。スト、全体的にマイナスが多く弱体化しています。スキル追加が大量にされたのが唯一の救いかなと思います。奥抜き、ドリブルボールキープがマイナス1、瞬発力もマイナス1、若干やばくなったと思います。今回はアップデート最新版 G リーグ有能素人マンミッドフィルダー編1を見ていきました。以上です。またお会いしましょう。バイバイ。